テンションを露骨に変わるのなーぜなーぜ。お、ま、前、あ、そのなーぜなーぜ次言ったらマジ首絞めるからな、お前 <laughs>。気持ち悪いんじゃん。誰これ貼らしたんなーぜなーぜって何なん,なん吐き気がすんねんけど。俺もう一人ずつもう始末していくわ、俺。使ったやつ。気持ちが悪い <laughs>。何なんもうこの元ネタクソ入り始めてるの、これ。なーぜなーぜみたいな。LINE ニュース、なんか、かる俺の LINE のなんか、 ショ,ショートムービーみたいなタイムライン流れてくんね。なんかお姉ちゃんみたいなプリンを勝手に食べたのはなぜなぜとかなんかしょうもない動画。これ TikTok これ。変なバイタのキャバクラ、そのバイタとかいう、そういう言葉を使ったらあかんぞ。えなぜなぜ。まあ、これ、俺絶対これだけは入らせん。 使ったら全員首絞めていく匂うと言わせないうん <laughs> 戻れたヒカキンでそれはいいやヒカキンさんであっても元根田がもうはやってる目の前でじゃあ聞いたらほんま引っ張っこう じゃあ、なぜなぜやめよう。なんかな、なんか新しいのにちょっと、なんか、あれしよう。塗り替えようぜ。この流行にカゴつけて。<laughs> なんかね、ちょっとそ、なんか、なんか、<laughs> なんで俺のさ、がっこりとか流行らないのになぜなぜ流行んの俺の方が面白いよな。バンジャリとかさ。その構文の方が良くない な、なーぜなぜが入るのになんで俺のお前入らいねん、ば、バチコリが。バチコリが一瞬入ってた。<laughs> YouTube でなーぜなーぜラブリーで喋ってくる。俺はえ嫌いだったけど本家を見て好きになった嘘前、まあ、洗脳されてるぞ。ちょっとなぜなぜについてみんなで一緒に勉強する。やっぱ、やっぱ俺らはこの、なんていうやっぱインターネットの流行にちょっと疎いと思うねん。ちょっと勉強しません 一昨日ぐらいに機嫌の女のツイートが伸びてたへぇ <laughs> このツイートちょっと好きかもみんななぜなぜとか感謝感謝とか繰り返すの好きだよなそうやって過ちも繰り返すのか <laughs> 深みがあるツイートだ <laughs> 教えて、ツイッター博士。博士が独立すぎる。こんなんになったの、なーぜなーず。黙れかす。く、<laughs> 口縫い付けるぞ。一気、きのき感謝、感謝、なーぜなーぜ。何食ってるか、生活したらこんなうざいセれフ考えつくっちゃう。く <laughs> そ、辛辣やん、こいつ。声が揺れると、みんなの視線が、下の方に、 早速 VTuber も取り入れてるやん <laughs> もう予測変化にうざいってあるもんな <laughs> なーぜ なんか、思った以上に嫌われてたわ <laughs>。うん。なぜなぜだけは、それで無理るなろうなぜなぜ。<laughs> 地獄やな。お、桜マシンが動画かけてんじゃん。というフレーズ、Z 世代で大流行するも、案の定嫌われてしまう。ということを見ていたと思います。 皆さんはナーゼナーゼというねフレーズを知ってるでしょうかこのナーゼナーゼというフレーズが現在 Z 世代で大流行しているということで使い方としては皮肉めいたことを言った後に首をかしげてナーゼナーゼというそうで例えばねこちらのモモランドアリサさんというね TikToker の方ですねこちらの方がどうやら最初にナーゼナーゼを生み出したそうでこの方ねキャバクラのお姉さんだそうなんですが指名で入ってるのにシャンパン入れないのナーゼナーゼりベストマザー賞みたいな 受賞していた人ほど、母親失格スクープがテルの、ナーゼナーぜね。それはそういうとこの方が本気なんですが、パクってると言われてしまうこうです、ね、もうこれは理不尽ですね。へえ<ー>、うこ,ででね、こういう方すんねや。ここなーなーが今流行っているんですが、ちょっと前からね、流行っていたと思うんですが、なんか、ね、知っていたんですが、ちょっとこれきついな。<laughs> 見てられんな。

<で>でポ,ポリポ,ここポリコ何何何わかんないけどが心が女の子なのにえ女性の裸を見て興奮してるのはなぜててはなぜ的なそ,そういうことやろ。ね呼び出しなんて。そういうネタやったらまだ理解できる。この部分を先ほどの桃モランドアリスさんが替え歌で指名で入ってるのにシャンパン入れないのなぜなぜと TikTok で歌ったことで誕生したそうです。 まあ、なあぜなあぜって聞かれてもねいや知らんてって思うんですがこのなあぜなあぜ、まあ、さっきも言ったんですが朝の番組「ラビット!」でクイズになっていたんですねそれはこちらそろそろ彼氏欲しいなとか思ってもう2年経っちゃうのホニャララということで Z 世代に大流行の動画 <laughs> 皮肉メイクのと言言葉とはクイズになってるねということでこのねハテナに入る言葉なぜなぜがクイズになっていたんですが、まあ、ヒントもね出て首をかしげるだったり繰り返す疑問の言葉というヒントが出たんですが、まあ、回答としてねあいと言まてんだったり <laughs> BKB、<laughs> B K B ヒーヤダンカンバカ野郎という回答が出て、ですよね、そろそろ彼氏欲しいなとか思って、もう2年経っちゃうの、ダンカンバカ野郎はさすがにないやろ。と、ね、突っ込まれていたんですが、そんな中、なんでだろう、なんでだろうという、ね、回答が出て、あ惜しいスタジオもね、欲しいってなったんですが、確かにね、なぜなぜ。 なんでだろうなって、完全に置き換えることができますね。もうなぜなぜ、令和の鉄山の友だなるほどもうさっきのねやつに当てはめても、そろそろ彼氏欲しいなとか思って、もう2年経っちゃうのなんでだろうなんでだろうで、ああでもこんでもそれな恋人と別れたもう近いかもね。鉄山の友のネタやん。恋人いないのにずっと元気できてるのなんでだろうなんでだろうでいけますね。いけるこれは鉄山の友サイブレグあるぞ。適合していって流行はね繰り返すのかもしれませんね。 はい、ということでね、もうなぜなぜがね、うざいだったり、受け付けないとね、拒絶する人は。もう令和版のね、なんでだろうと思って,て、ね。なるほどね。もうそれでもね、なぜせなわせを受けれられ、ね。じゃ、なん、あの鉄とものパクリなんだ。なんだ以上です。鉄とものパクリってことや、これ。なるほど。それ、あの前出とかされていないのに、て、k ド n d l で飲んでるの、なぜなぜ、もう。はあ。 マジでそれ聞くたびにほんまにもうビンタしていく。全員。それはもう法,法律で OK にしてほしい。なぜなぜ使ったやつは殴ってもいいっていう。蹴り倒すわ、マジで。ぷよぷよ国体の、えっ、ー、と、県代表選抜で今年からプロは一人だけって制限宣言が来たのがええ、へーそうなんや。 ごめん、なんか、ごめん、その書き込みですら、えー、な何々だと、県大会で何プ,プロが一人でまでになったの、なぜなぜって書かれるんかと思った。赤 <laughs> も恐怖症になっても、コメント読むのが怖い。長文のコメントなどになぜなぜついてるんちゃうかっていう。